シェパード将軍が立案し、シャドウカンパニーが実行した軍需品の秘密輸送に関する編集済みの報告書を入手した。中東でロシアと戦っている同盟国にアメリカの弾道ミサイルを横流ししていたんだ。でも計画に不具合が生じた。今回は何を運んでるんだ。死んでもいいだろう。知る消えて損したぞ。ただの吸入杯だった。前任へ武器を渡す。朝までには本部へ帰れるさ。しくじるなよ。ボーナスがかかってるんだ。戻ったら俺を探せ。了解了解。シェパードが報告を待ってるんだ。待たせるなよ。アウト。コンテナが3つ。大量の牛乳だ。まったくだ。シャドウ2からゴールドイーグル指揮官へ。どうしたシャドウ2。指揮官、セブンズールで高速を降りました。順調です。了解。貨物を時間通りに配達しろ。失敗するなよ。イーグルアウト。失敗？やっぱり重要任務じゃないか。何事だ？こちらエリクソン、どうした？車両が止まってる。待機しろ、今行く。グレイブス、足止めを食らって今対応してる。対処しろ、車列を止めるな。ラジア。偵察によるとルート上に敵の活動はないはずだったが、その報告は間違っていた。積み荷は目的地に到着する前に発見されてしまった。嫌な予感がする。あいつのアラビア語はひどいな。ディパオロ、援護してやれ。任せろ。状況がわからん。どうすればいい。バンス、ディパオロ、援護に向かえ。やついぞ。どうした。自分がやられた。ディパオロ、片付けろ。何者だよこいつら。平気じゃないぞ。下がれ下がれ。ロシア人は部隊を全て処刑し、シャドウの通信記録を手に入れた。シェパードが黒幕だと知ったんだ。ロシアはハッサンにミサイルを渡した。シェパードは善意で作戦を立てたが、輸送は違法であり、記録は消されていた。将軍とグレイブスが隠蔽したんだ。それは犯罪よりも立ちが悪い。真実に気づいた我々を奴らは許さなかった。3発のミサイルが盗まれた。見つけたのは2発。ハッサンがもう1発を持っている。探し出すんだ。